スの振りで一番好きなところは、はい、みんなで手をつないで輪っかになるとこです。あ、わかる。あそこで MV を撮った時とかは普通に私前向いてたんですけど、うん、その日向坂のライブでこの手をつなぐ振りの時に清水リオと目が合って笑っちゃって、うんうん、でそっからあの清水リオと目が合うようになって、うん、笑顔になれるところなので好きです、うん、素敵なエピソード、はい、ありがとうございます。歌詞の好きなポイントを教えてください。はい、私の好きな歌詞は、うん、ゴーゴーと過ぎる回送電車です。ああそこは、うん、ゴーゴーと過ぎる回送電車、思い出になどできないっていう歌詞なんですけど、うん、その回送電車が、うん、多分思い出なんやな、多分な、うん、そうやな多分そうやと思うんですけど、うんうんうん、その思い出を回送電車に例えるところがすごい秋元さんらしいし、うんうん、エモいなって思います。確かに、うん、なんか回送電車ってこう止まっていかないから、うんうんうん、それが進んでいく時間の、うん、この、そう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 、ね、2人の時間を表してるんだなと思うと、でなんか2人で話して、ね、話したね、歌詞の解釈をそうだ、ね、2人でしてました。確かに、うん、一言で言うとエモい、エモいそうですね